フランク・ハリス・フランク・ハリスは、イギリスに生まれ、後に、アメリカ合衆国に帰化した、作家、編集者、ジャーナリスト、出版業経営者である。同世代の著名人多数との交友関係でよく、知られた人物であった。存命の間は、その短期で過激な性格で知られ、自身の編集による定期刊行物では人気を博し、著名人との交友関係で注目を集めたが、 その一方で、人々の記憶に最も残ったのは露骨な性描写が理由で世界中の国々で発金となった我が生と愛、現代、my life and loves と題する回顧録である。フランク・ハリスは1856年2月14日にアイルランドのゴールウェイで生まれた。12歳の時、ウェールズのデンビグシャーにある ルアボングラマースクールへ下宿生として送り出されたことを、ハリスは我が生と愛で解雇している。この学校での生活を嫌い、ハリスは1年で学校に出した。1869年末、ハリスは米国へ移住し、カンザス大学で学んだ。1878年、フローレンス・ルース・アダムスと結婚したものの、その妻を翌年亡くしてしまう。 1882年、イングランドに帰国後、イブニングニュース、各州評論、サタデーレビューなどロンドンの新聞各紙の編集者として、一般に名前を知られるようになる。サタデーレビューでは、H.G. ウェルズやジョージ・バーナード賞が定期機構者として活躍した頃であり、ハリスも編集者として最高潮の時代であった。第一次世界大戦中にニューヨークへ移り、 1916年から1922年には雑誌ピアソン米国版の編集者となる。1921年4月、ハリスはアメリカ市民となった。1922年にはベルリンに旅し、ハリスの作品として最もよく知られる自伝、我が生と愛を発行。この作品は、ハリスの肉欲にまみれた様々な出会いを生々しく描写し、その上、 ハリス自身の冒険的人生と活躍を誇張したものとして悪名高いものであった。ハリスの死後、長い年月が経ってから第五巻が発行された。ハリスが残したメモなどを元にしたと思われるが、出所は疑わしい。ハリスは他に著作として、短編集や小説、シェイクスピアに関する2冊の本、人間シェイクスピア、五巻にわたる、 コンテンポラリーポートレーツと題する電気集、それに友人でもあったオスカーワイルドとジョージ・バーナード賞の電気を残した。劇作家にも挑戦したが、さほど成功せず舞台で披露されたのはオスカーワイルド原案のミスターミセス・ダベンド・トゥリーのみであった。1920年代後半にはハリスの作品をアメリカで販売するための会社として、 フランク・ハリス出版社がニューヨークで設立された。ハリスの従業員であり、弟子でもあったイーザー・レバインが残した、ハリスの遺品は現在プリンストン大学に所蔵されている。結婚を3回経験したハリスは1931年8月27日、心臓発作でフランスで死去した。ザショートストーリーズオブフランク・ハリス A セレクションは、 エルメルガーツ編によるフランク・ハリス作品集。ありがとうございます。